そうやな、まあ、やめとこうか、この話は。何 CC の話をしてあ、クリエイティブコモンス、あ、CC の、カモンスは CC の話する？あ、ほんと。じゃあね。ここの、URL に行ってくれるとクリエイティブコモンズの、一つのブランチのサイエンスコモンズっていうところの活動として活動の報告、説明を、ビル・バンクスっていう人がしてるムービーが、まあ、字幕付きで出ます。で、これ自分で見てくれると音が出ると思うんですけれども、要は科学雑誌もね、あ、これ読んだ方がいいか。これね、全部で10分ぐらいなので、家帰ったら見ないかな。みんな見てくれます？だからね、まあ短く言っちゃうと、さっき言ったように科学をやる条件っていうのは、新しいデータを取ろうと思ったら予算がいるけれども、人の取ったデータが自由に使えるとなったら、まずその測定器持ってる人と持ってない人でそんなに差がなくなるよね。だからデータが全員に使えることっていうのが一つね。それからなんていうの、過去にどんなことが分かったか知らなきゃならないから、全員がその科学論文を読めるっていうことが大事ですよね。で、その2つを実現しましょうっていう、実現するためにはっていう話で、その時にそのみんながあんまり得意じゃない分野の科学論文っていうのは、よく先生が講義の時に論文をコピーして配っていいかとか迷ってる先生いるよね。これしたら著作権違反になるのかなとか、あんな時に出てくる著作権っていう問題があって、で、その著作権のせいで情報技術を使えばできることがかなり制約されてるって、その読めない人がいるっていう、有料で売られてるから読めない人がいるっていうだけじゃなくて、デジタル技術が可能にすることがの、かなり重要なところができなくなってるっていう話です。例えばその先ほど自然言語処理の人たちの話をしてくれたけど、論文があるでしょ。でその論文がテクニカルタームたくさん出てくるよね、遺伝子の名前とか。でそんなものが、全部クリッカブルで、例えばウィキジーンとかそんなところに飛んでいけば便利だと思うよね。でそんな仕組みを作って、公開しようと思ってもできないですよ、著作権のせいで。著作権というのは自然にそのさっき言ったようにものを書いたらクリエイターに何にも宣言しなくても自然に与えられちゃうのね、それに対する著作権が。でそうすると積極的に放棄しないと全部、何をやってもダメっていう権利なんですよ。それで、学術論文っていうのは、クレジットを与えることができるでしょ、ね、さっき言ったようにその学者は、論文投稿するためだけに生きてる人が多いので、そうするとそのクレジット論文に出してあげるよっていう条件でパブリッシングディールの時にその著作権を全部うちによこしなさいっていう契約を交わすのよ。そうすると、学術論文全部の著作権っていうのは学術商業出版社が握るわけなんですよ。そのせいで自分で撮った写真であっても転用できないとか、他人の写真を別の他人の論文から、ね、写真を3つ撮ってきて、これはこう、あれはこう、これはそうみたいなことが簡単に言うとすげえ便利でしょ。でもそれは、出版社に譲り渡した著作権の制限でできないわけ。だからインデックス付けはできない、それから、リミックスみたいなことができない、あらゆることができないのよ。だから本当はデジタル情報になってたら世界中の人が見れて、それで自由にリミックスできるような技術的には可能なのよ。さっき言ったセマンティックにもプラグマティックにも、いやプラグマティックですね、セマンティックにもシンタクティックにもできるわけです。でもプラグマティックな理由でそれができないから科学が進まないみたいな悔しい状況にあるので、みんな学術出版に著作権を全部上げちゃうみたいなバカなことをや
やめようぜっていう圧力団体みたいなものが存在して、それから、ピアリビューに回る前のプレプリントってやつはまだ著作権売り渡し契約してないので、書いた著者は皆さんのものなの、僕らのものなわけです。どうしようがいいわけ。それが2つ3つやって用語が直っただけでアクセプトされちゃうと著作権、それそのものは出版社のものになっちゃうけど、もともと僕らが、ワープロで書いた文章や僕らが撮った写真を貼り込んだものは、僕らのものなので、それを明確にこれは著作権を放棄しますよって言って自分のホームページにアップしたり施設のホームページにアップしたりするっていうのが、セルフアーカイビングっていうんですよ。だから初めはその出版社と戦うのに、あれ、セルフアーカイビングをみんな始めたのね、推進したわけ。そのスパークっていうやつと図書館団体みたいなのができて、で、それからその圧力運動から、そうだね、クレテコモンなんかは、そのスパークと一緒に長く働くんですよね。で、それから、オープンパブリッシングって時代になるわけ。それは、研究者が学術出版じゃなくて研究者が集まって雑誌を始めた。でこれは著作権を著者から奪わない雑誌です。それから、読者からお金を取らない雑誌です。その代わり、サブミットする人から少しお金をいただきます。それがパブリックライブラリーオブサイエンスとか、そういうそのオープンパブリッシング系の雑誌です。で、みんながあんまり、見聞きしない、みんなの先生もあんまり見聞きしないところで科学をドライブしている仕組みが今そのせめぎ合ってるわけで、このせめぎ合いを起こしている理由は、ここに書いてあるようにデジタル技術とインターネットなんですよ。このおかげで、論文が全部電子データになって、そのインターネットでつながって、そのせいで誰でも見れるようになったり、リミックスしたりするようなことが可能になったわけで、でそいつが、可能にしたことが旧来の制約でできないので、どんどん、そういうことを自覚的になって変えていこうっていうようなアクティビティがあるわけなんですよ。で、アメリカの政府なんかはそんなものを理解して、その、なんていうの、自分のところ、NIH ですけどね、NIH からグラントを取った人たちは、必ずその論文をオープンアクセスにしなさいとかいうルール